こんにちは。マネックス証券チーフ FX コンサルタントの吉田でございます。この番組では米ドル円につきまして先週までの動きを振り返りながら今週のポイントを解説したいと思います。よろしくお願いします。今日これからお話しする結論を最初に聞きたいと思います。先週の レポートでも書いたんですけれども、僕はコロナショックが一段落した4月以降っていうのは、いわゆる、米ドルキャリー取引が拡大している可能性があるという具合に考えています。その結果、まあ、ドル円だけはちょっと違うんですけれども、それにしても基本は株高ならドル安、株安なら米ドル高という反応がこう鮮明になっているんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、今週もそういう観点で見ていきたいと思っています。今ドル円、画面ではドル円の日足のチャートをご覧いただいています。先週はですね、今期ながらも水曜日ですかね、ソフトバンクによる200億ドル規模の巨額のその円買いが発生するとの思惑から一時106円割れ寸前まで急落するという場面がありました。ただその後ニューヨークダウンが700ドル以上大幅に下落するということでですね、リスクオフが広がると、これがドルの買い戻しにつながって107円台を回復するという展開になりました。今の話に象徴的なように、これまでだったら株価の急落、リスクオフっていうのは安全資産の円買いということで長くこう理解されてきたと思うんですけれども、最近はリスクオフはドル買いとなるケースが増えています。先週も全くそういう感じだったわけですね。これは最初に述べたようにですね、米ドルキャリー取引の影響じゃないかなということを先週為替デイリーレポートの方で書いていますので、よかったらそちらの方をご覧いただきたいと思います。ドルキャリー取引っていうのは、まあ、安く調達したドル資金を元にですね、それを売って為替リスクを取る形で、アメリカ以外のところに投資するという取引のことを言います。FRB がゼロ金利政策を採用して、そして、まあ、ドル資金が大量に供給された結果ですね、ドル資金というのは安く調達することが可能になっているというふうに思います。ですからそれを元手にしてリスクを先行する、まあ、新興国だとか海外の株を買うという時にはドルを売ってそして投資するわけですから、株高ではドル売りが強まり、逆に株安になってくるとですね、その投資を引き上げたりとかっていうことになりますから、ドルの買い戻しが発生するというのが基本になってるんじゃないかなと思います。ただこの場合 のドルをキャリー通貨っていうわけですけれども、もともと円もキャリー通貨というふうに長く思われてきました。ですから、まあ、まだその辺のところもあるんでしょうから、株高ドル安、株安ドルの買い戻しでドル高という反応は先週はともかくとして、ドル円の場合にはなかなかなんかその鮮明になりにくいという面はあると思います。ただそのドル円以外のところでは、例えばユーロドルや、豪ドル米ドル の方がですね、今お話した株高でドル安、株安でドル高というのが分かりやすい反応になっているんじゃないかなと。でそれはまだ続くんじゃないかなという具合に僕は思っています。今週もですからそういう観点で、ドル円はね、まあ、ずっと今期がついて方向感の乏しい展開続いていますから、ずっと言ってるみたいに106円108円を抜けた方向にね、トレンドが出るということだとは思うんですけれども、ドル円以外の部分では今お話したドルキャリー取引の影響で株高ドル安、株安ドル高という反応が今週も続くんじゃないかなと。まあそういった流れが、基本はですね、他の例えば5ドル米ドル のコーナーなんかでも言いますけれども、僕は基本的にはやっぱりドル安トレンドになってきてるんだろうなと思っているので、それがドル円にも波及するかっていうのがドル円を見る上での今後のポイントなんだろうなと思っています。最後に今週の主な予定を確認したいと思います。
景気指標は水曜日、それから木曜日に集中してますね。水曜日は日銀短観とか ADP 統計とかね、 ISM 製造業景況指数とかっていうアメリカの指標も結晶ですから、注目指標が多くなります。そして水曜日には6月の FOMC の議事録が公表されるというところもあります。木曜日は雇用統計ですね。通常金曜日の雇用統計発表が今月の場合は独立記念日の関係でですね、金曜日がアメリカは休場になるんですね。その関係で木曜日に前倒しということで木曜日に雇用統計の発表ということになります。はい、まあ以上今週のポイントを解説しましたけれども、最後にお知らせを一つ。これまでこんな風に月曜日に動画で当面のポイントを解説してきましたけれども、来週から YouTube ライブを活用してですね、原則毎営業日毎日行うスタイルに変える予定で、今最終的な準備を進めています。コロナ後の新生活様式の影響もあるんでしょうけれども、平日の昼の時間帯でも FX のお取引が増えているので、そういった方々にお役立ていただくべく、毎営業日例えば、11時半から、まあ、10分程度になると思うんですけれども、ライブ配信で情報提供をねやっていきたいなと思っていますので、ぜひご期待ください。では今回はこれで失礼します。